なかったよね。あの時も神様っているのかなと思ったな。平先生、でもこれはやばい、危なかったというような危機一髪の時はありますか？いっぱいありますけどね。そうですね、危機一髪といえば、うちの子供たちが3歳ぐらいの時ですかね。それぐらいの子供たちっていうのはアンパンマンが大好きなんですね。で、私はその頃よくアンパンマンに変身してました。こう真っ赤なの塗ってですね、パンストをかぶってここまで引っ張り上げてですね、マントをかぶってタイツかなんかでパンパンマンとかと言って子供とよく遊んでたんですね。でそんな頃にですね、私は社会心理を学ぶものとしてですね、皆さん、ツタヤに行ったことありますかね。で、ツタヤに行くとなんかのれんがあってですね、マルキン、18歳みたいな人、18歳以上じゃないと入れないようなスペシャルなコーナーがありますよね。で、私はそののれんをくぐりまして、社会心理の勉強をするために、こういうタイトルのものを青年たちが見るのかな、ちょっと借りて帰ろうっていうところにいたと思っていただきたいです。社会心理の勉強のためだけですからね、あえて言います。まあ、心理学では証明しようとしすぎることの全部は嘘だっていう法則がありますけれども、僕はあえて証明したいと思っていますね。そんな時ですよ。うち男の子と女の子と双子なんですよ。いきなり男の子の方がわーって来るんですよ。運命の出会いを果たすわけですよ。そこはですね、うちの家から10キロぐらいあるところなんで、3歳児が三輪車こいでここまで来たんでしょうか？考えられません。うちのママがアンパンマンのビデオを借りに来たのではないかと推測されますよね。すぐです。のれんの向こうから、かいちゃん、ダメだよ。そんなところに入ったら、変な人になっちゃうよ。あかんよ。こっち来て。ですから、のれんはくぐれないわけです。やべ。かいちゃん、アホになるから、帰っておいで。のれんの向こうから、うちの奥さんが言うわけです。そうすると、あと3人ぐらい男性の人がね、こう、仮に来られてる方の肩が震えてますよね、事情を探して。やべえと思うんだけど、まあ、うちの息子は、ママの声に連れられていたんですね。ビデオがいっぱいあるところっていうのは、子供たちは迷路みたいにして、もうすんごい走り回るんですよ。さあ、で、ここからどう脱出しようかと思う。今度は、3歳のうちの息子が、3歳のうちの娘の手を引いてやってきたんです。どうでしょう、この温かい兄弟愛。一目でもパパと出会わせてあげよう。麗しの兄弟愛ですよ。しかしながら、兄弟愛っていうのはこういうところでは発揮してもらいたくはないですよね。で、また、すぐ来れるの。母ちゃん、なんなん、帰っておいで。あかんよ、アホになるよ。もうみんなが肩を震わしているときに大ピンチです。うわーって思ったときに、その頃のうちの子供はガチャポンが大好きなんですね。うちの嫁もガチャポンしよう、ガチャポン、ガチャポンするよっていう。さすがの二人もガチャポンピューって出ていって、そしてガチャポンしてるところでこっそり抜け出して、こっちの方から来てたのって登場した。どうでしょう、危なかったよね。あの時も神様っているのかなと思ったかな。どうでもいいですね、一発の話でしたね。平先生も奥さんと喧嘩したり奥さんから幻滅されたりしますか？喧嘩はうちはあまりないですね。上下関係っていうのが、上下関係っていうとですね、そういえばですね、また余談になっちゃいますけど、私はですね、
2大日本の権威で荒らせられるんですよ。権威。まずですね、一つの権威っていうのはですね、週刊プレイボーイっていう雑誌がありましてですね、今あんまり売れてないんですけど、一時期は我々が本当若い頃っていうのは100万部売れてた週刊誌なんですけれども、そこから電話かかってきて、うちのカウンセラーにですね、いや、若い子がですね、モザイクありの AV となしの AV であれば、7% もモザイクある方がいいっていう人がいるんですよ。普通ない方がいいじゃないですか。これを心理分析してほしいんですよねっていう依頼がカウンセラーに来たんですけど、まあその来たカウンセラーはですね、いや、ちょっと僕のイメージが崩れますからしませんっていうんですよ。で、しょうがないじゃないですか。そういう仕事は全部こっちに回ってきますから、いや、それはですね、ファンタジーというか、現実を直面するよりも、まあ理想化することが、とか適当なことを喋るわけじゃないですか。私ですから。で、週刊プレイボーイの、まあ確かそれは見開きにはなったんですけど、そんなに売れてない雑誌ですから、どうせ誰も見ないだろうと思ったんですよ。ところがですね、行くとこ行くと。見ましたよ、タイラさんのモザイクのやつ。見ましたよ、タイラさんモザイクのやつ。って、もうすっごい言われたんですよね。なんでそんなに週刊プレイボーイもそんなにと思ったら、そのモザイクのことの話が実はヤフーニュースになっちゃったんです。でですね、まあこのように若い子が、まあモザイクがある方がいいっていうことがありまして、このジャンルにおける権威であらせます神戸メンタルサービスの平淳二先生にお話を聞いてみました。このジャンル権威だったんですよ。俺もびっくりしましたよ。それだともう一個あるんですね。カースト制度ってありますよね。インドのカースト制度、あれなんかまとめかなんかって言うんですけど、まとめのカースト制度っていうのを皆さんも検索していただくとですね、もうちゃんとしたカースト系制度があって、その一番下にですね、日本においても家庭のカースト系度っていうのがありまして、俺が昔書いた平淳二指摘ブログっていうですね、今見れなくなっちゃってるのかな、俺が一番面白かった時に書いたコラムがあって、平家にもカースト制度があって、1番が奥様で2番が猫、これは奥さんに怒られないから2番、娘息子順次犬の城なんだよっていう、こういうカースト制度を書いたのがそのまま本人に許可なく載ってるんですよ。で、参考平淳二の指摘ブログよりって書いてあるんですけどね。で、そこもまた平さん、カースト制度でめっちゃ有名になってますよ。それぐらいうちの奥さんは権威でありますから、喧嘩することは一切ありません。ただ厳命されたことはよくありますけれども、一番厳命されて思い出すのは、2年ぐらい前にすげえ台風が来た頃ってありましたよね。関西国際空港の連絡通路に船がぶつかって、関空の方でなんか多くの人が出れなくなっちゃったりした、あの台風の時なんですけれども、私は結構台風がワクワクするタイプなんで、すっげえ風だな。で、うちの奥さんに言ったんです。いらない布団ってないかな？いらない布団？何にすんなよ。いや、ちょっと。私が嫁に来た時に押し入れに一つ入ってた、綿が入ったすっげえ重たい敷布団なら一つあるって言うんです。何にすんのこれ。いや、このすごい強風だろ？布団が吹っ飛んだの動画を今日撮れるんじゃないかなって言ったんです。で、うちの奥さんも、はぁ、みたいな感じで、まあ慣れてますからね、そういうこと。重たい布団を家の外のちょっと壁に飛ぶかなって見たんですけど、羽毛布団だったら簡単に飛んだと思うんですよね。綿の布団っていうのは暴風の雨で水を含むと重たくなっちゃってですね、全然飛ぶ気配がないんですよ。それどころか重くなっちゃうから片付けるのにもうすんごい大変。その時うちの奥さんは言ってましたね。本当に私の結婚は間違ってなかったかしら。
こんにちは。今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス平のレクチャー映像が52本、音声だけの菊丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題。これ毎月550円で見れるってもう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座というのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス2万3100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ無料説明会というものをズームでやってますので一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、 Zoom の講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。